鹿児島黒牛を使った機内食の提供が今日から日本航空の国内のファーストクラスで始まり、鹿児島空港でお披露目されました。プレートの上でひときわ目を引く鹿児島黒牛のステーキ、とろとろのわさびソースと合わさり抜群の存在感です。今日から期間限定で提供される日本航空の機内食です。鹿児島、羽田など国内路線のファーストクラスで提供されます。鹿児島空港では関係者による試食会が行われ、去年の和牛オリンピックで内閣総理大臣賞を受賞した生産者もその味に太鼓判を押していました。僕たちが一生懸命育てた牛を、こんな風に美味しく、料理してもらって、で多くの人に食べてもらえるっていうのは本当に嬉しいことだなって思いますね。特別機内食は今月と来月の1日から10日、昼食の時間帯で提供されるということです。